皆さんこんにちは、丸川です。今回はプラモデルを作っていきますよ。さーて何のプラモデルを作っていくんでしょうねー。久しぶりなんで、簡単なやつがいいですねー。ということで、今回作るプラモデルはこいつだー。マックスファクトリー、機種コレ、VF31C、ミラージュ機です。はい。こちらの商品はすでに発売済みで、今後いろんな機体のラインナップが発表されていますよね。なぜ今回こちらのキットを選んだかと言いますと、実はこちらのキット、初心者にも優しい用キットなんです。見てください、機体がすでに塗装されているんですよ。他のメーカーさんのキットだと、塗装前提だったり、シールやデカールを自分で貼らなきゃいけなかったり、少し難しそうな感じでしたが、こちらのキットは塗装済みで、小さなパーツも少ない。今までプラモデルを作ったことがない方にもおすすめのキットですね。ちょっとしたニッパーと接着剤があれば簡単に作れちゃいます。さらに水転写デカールではなく、こちらのシールを貼ることで、誰でもいい感じのバルキリーが作れちゃう。サイズも大きなプラモデルなんで、一つ一つのシールが大きいのは嬉しいですね。今回私は部分塗装をして仕上げようと思いますが、すぐにでシール貼るだけでもかなりいい感じになると思います。それでは早速こちらのキットを作っていこうと思います。まずは仮組から。はい、一瞬にして仮組までできました。と入っても、パーツ数もかなり少ないんで、だいたい2、3時間あれば誰でもできちゃうかもです。それにしても大きいですよね。簡単に作れてこのクオリティ。そしてサイズも大きいんで、所有してる感がいいです。プラモデルで鉄の棒？初めて見たな。それではこちらのキットを今から塗装していきます。と、その前に、プラモデル初心者でも簡単。誰でもできちゃう、墨入れ講座。ということで、プラモデルにはこんな感じでモールドと言われる、パネル同士の溝みたいなものがあります。そこの部分にこちらの道具たちを使って墨入れを行うことで、より立体感を表現することができるんですねー。模型や3等で売っている専用のペンや塗料もありますが、身近にあるシャーペンなどでも十分に墨入れをすることができます。初心者の方におすすめなのは、もちろんシャーペンです。今持っているペンなどは、塗装を傷めたり、プラパーツを侵食してしまう可能性があるので、塗料の特性をしっかり知ってからの方がいいでしょう。こちらの墨入れ用の塗料も同様です。ということで、今回はすでに塗装済みのボディなので、私はシャーペンでやっていきます。それでは墨入れ、塗装まで終わった機体がこちらです。はい、どうですか？少し何をやったのか見ていきましょう。まずは機首部分。こちらは墨入れ後シールを貼って、トップコートを拭いています。フォールドクォーツの部分は中をシルバーに塗って、カバーをクリアピンク。こちらも同じくです。続いてコックピット部分。こちらは全体をグレーに塗って、部分塗装をしています。モニターのシールはこのシールを使いました。ランディングギアの格納庫は、墨入れを行い立体感をアップさせています。こんな感じで、少しだけ部分塗装をしました。それでは組み立ててみます。はい、できました。機種コレ、VF31C。いやーこのサイズ感いいですね。簡単にできるんですけど、作った感が半端ないです。ただ一つ、できればデカールもつけて欲しかった。シールでも十分いいんですけど、どうしても段差が気になる。私は地味にプラモデル作る方なんで、両方ついていて欲しかったですね。まあ、それ以外は特に文句のつけどころがないいいキットでした。
早くコックピット版ミラージュさんお願いします。それでは最後に以前作ったミニマムファクトリーのミラージュさんと一緒に並べて記念撮影。さていかがだったでしょうか。今回のプラモデル制作、今回はマックスファクトリーさんから発売しました。機種コレ VF31C ミラージュ機を作りました。こちらのキット、接着剤を少し使う部分はありますが、今までプラモデルを作ったことがない方やマクロスのプラモデルって難しそうだなーって思っていた方、試しに一度作ってみてはいかがでしょうか。そして次回のマクロスモデラーズに応募しちゃいましょう。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。